はい、こんにちは。5月の16日木曜日の日替わり竹部でございます。さて本日の東京外為市場ドル円相場でございますが、102円台の前半で、まあ、102円の現状は40銭ぐらいだったでしょうかね、これぐらいの水準で推移していると。そして日経平均株価は1万5000円台で、まあ、終了というような結果になっております。まあ、ほぼほぼ動いていないという形でございますけども、さてここに来てちょっと改めて考えたいと思いますのは同調性、まあ、これちょっと統計学的な部分も入りますが、日経平均株価とドル円相場、まあ、円安になってますよという動きに合わせて、まあ、ドル円、日経平均株価もそれぞれ上がっていったというような状況が昨年からずっと、昨年の秋からずっと続いてますよというような状況でございます。同じような動きでずっと来てるわけでございますけども、ここに来て、まあ、株価はどんどん上がっても別に困らないよというような話になってくるとは思いますが、為替相場に関しては、まあ、円安になると当然、輸入コストが上昇するという形で、あまり一本調子で円安になるというのはちょっといかがなものかなという声、まあ、夏の参院選を前にして少しそういった声も聞こえてくるところでございます。ただし円安になれば当然株高になるよねというようなロジックはちょっと改めてここで考えてご案内させていただこうかなと思いまして、今回はこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。はい、円安と株高の相関を突き詰めると、過去200日ベースで見た場合は 0.977 と確かに高いですねというところではございますが、よくよく1ヶ月ごとに、まあ、今年でございますけども、ちょっとよく見てみますと1月は 0.7859 と、そして、まあ、0.8221 と4月の時がございました。で5月はこの今途中でございますけども、15日現在の終値比で 0.9316 と、もうほぼほぼやっぱり100円を突破して102円になると、日経平均株価も非常に調子がいいねということが改めて感じられるところでございますが、円安での弊害、円安がテンポよくいくことによって日経平均株価は非常に元気よくなるけども、国内政治もしくは海外との通貨バランス、70% での貿易ドル建てというところを見た場合は、相手国も見て場合は少し弊害も出てくるのかなというところが、逆に円安の怖さを改めて相関関数を見た限りで感じたところでございます。で一つだけ気になりましたのが2月なんですね。2月だけはドル円と日経平均株価マイナスでございました。もう同じどころか全然相反する動きでございました。で、2月は何があったのかなとちょっと思い返してみたんですが、2月上旬は白川日銀総裁が任期満了を待たずして辞任意向を表明なされて、その後円売り圧力がさらなる積極的な金融緩和が高まるだろうということで、黒田さんのお名前が出てきて高まったというところでございましたが、その時にはモスクワの G20 があって、日本が名指しで非難されるんではないかとか、日米首脳会談で米国も円安を黙認するのかどうかというような形で政治的な思惑観測が広がった月でございました。で月末になりまして、思い起こせばイタリアの総選挙で不透明感というのがあり、ユーロ期比圧力となりまして、主要のクロス円はこれ月足ベースでございましたけれども、すべて陰線引けで、連続して月足陽線を見せたのはドル円だけだった月だったんですね。でそういう意味では少し、まあ、どちらかが下がるどちらかが上がるというものではないんですが、相関係数がバラバラになった月というのが2月だったというところでございます。非常に政治的な思惑が強まるとですね、全然ね、バラバラの動きになるんだなということが、こういった相関関数、まあ、統計学的な観点から改めて、見直すことができたんではございますけども、さて私が一番懸念しておりますのは、夏の参院選に向けてどういった動きになってくるのか、円安のテンポを少しでも調整する永田町論理が強まってくるのかどうかによって、この相関係数が少しバラバラになる、まあ、そういった意味では円安によって株高になるよというのが若干抑制されてくる可能性もあるのかなというところで、今回は、まあ、問題提起の意味で、いつもご案内はしておりますが、こういったリスクもございますよという観点から、今回はこのタイトルでご案内させていただきました。ドル円相場現在は102円台での推移となっておりますが、今夜、米国のファンダメンタルズを見て円売りではなくてドル主体での動きになってくるというような形で見ております。お取引の際は十分、リスク管理ご留意していただいてお取り組みいただければと思います。以上5月の16日木曜日の日替わり竹部でございました。